ここが過去の世界。七死の近くまで導かれるって言ってたっけ。ってことは、怪しいのはあそこか。待ってろよ。さて、どうする？こん中から七死を見つけなきゃなんねえ。トーカの弟が死んだ。これで5人目だ。くそ、戦時の鬼畜どもが。明日こそ奴らを血祭りにあげてやる。七死を用意しておけ。ああ。今七死って、ラッキー、あの人らを追えば意外と早く見つけることができっかも。おい、何者だ、貴様。あ、やべ。何者だと聞いている。いや、その、なんと言いますか、うちは一族のファン的な。あ、何者だ。わからん。ただ素人な感じではなかった。スパイかもしれんな。こいつのことは後でじっくり調べてやる。牢に放り込んでおけ。ああ。残りは明日の準備だ。ここは牢屋？そうか、あいつらに捕まっちまったのか。こんなとこで時間潰すわけにはいかねえな。死にたいの？え？あっち！マジかよ！燃える仕組みなのか、これ。アンガトな、声かけてくれなかったら丸焦げになってたかもしんねえ。っていうか、もう一人いるとは思わなかったぜ。お前も捕まった口か？お互いついてねえな。けど、ちょうどいいや。あな、今会ったばかりの人にこんなこと聞くのはおかしいかもしれねえけどさ。俺、人探しをしててよ。お前知らねえかな？うちは一族の。って聞いてるか？聞く必要がない。私には関係ない。つうか、お前。ナナシか？だから、何？あ、会えた！お前こんなとこにいたのか？なんつう巡り合わせだよ！けどよかった。会えてよかったってばさ。よーし、第一目標達成。次はお前と一緒にこっからの脱出だな。んだよ、できねえとでも思ってんのか？大丈夫、牢屋くらい俺の術で壊してやるよ。一人で出ていけばいい。あ？私は兵器。私は一族のために戦う存在。指示通りに術を使う。敵を滅ぼす。泣かない、動じない、逃げない。痛みは耐える。死ぬ直前まで、命令があるまで牢屋で待機。何があっても外には出ない。それが私に課せられた使命。それを守らなければ、私は。違う。お前が生きるのは、こんな暗いジメジメした場所じゃねえ。お前は戦いに使われるだけの存在じゃねえ。お前は、お前の道を歩かなきゃいけねえんだ。私。許せねえ。七死をこんなにも、絶対に解放してやる。
どういう仕組みかは分かんねえけど、術も封じられてんのか、ここは。そんなとこに、ずっとこいつは、一人で。こじ開ける！バカなことを諦めた方がいいのに。バカなことあるかよ。それにな、どんなことも諦めなけりゃ道は開くもんだ。俺の父ちゃんもそうやって道を開いてきた。俺だって諦めたくねえからここまで来た。やめてよ、もうやめてよ。私はもう諦めてるんだから。私はこのまま。人が作った運命に自分が負けてんじゃねえよ。自分で決めて自分で作っていくのがお前自身の運命だろうが。お前の居場所はここじゃねえ。なんで、なんで私なんかを。なんだ今の音は。封印牢からだ。くそ、やっぱ気づかれるよな。逃げるぞ。封印を解除されたとでも言うのか。一体誰が。まさか千住殿では。ならば奴らの狙いは七しか。七しを逃がすな。必ず捕まえるんだ。ここから出たらお前はもう人に使われることはない。でも安心しろ。安全なとこまで俺が死んでも守ってやる。ナナシ、俺を信じろ。行くぞ。くそ、いない。探すぞ。まだ遠くには行ってないはずだ。いたぞ。くそ。お前はあの時の。なめた真似しやがって、クソガキが。ナナシはどこだ。さあね、あいつとは別々に逃げたから、俺は知らねえってばさ。二人で逃げている姿を見た奴がいる。あいつを守ろうとしても無駄だ。途中で離れ離れになっちまったんだよ。ここにはいねえ。隠してもお前のためにはならんぞ。だから知らねえって言ってんじゃん。ふん、ガキのくせに大した玉だ。が、大人をからかいすぎだ。知ってたとしてもお前らには教えねえ。お前らに教えたらあいつはまた不幸になっちまう。不幸ではない。奴の存在が我らに勝利をもたらすのだからな。一族のために戦ってこそ本物の忍びだ。お前らはあいつを兵器として扱ってる。忍びとしても見てねえ。ほう、よく知っているな。だがそれはこの時代に生まれてきた者の定めよ。忍びとして戦う者、兵器として使われる者、持ちつ持たれつの関係が一族をより強くする。そのために人一人の人生がむちゃくちゃになってもいいってのか。それが戦国だ。させねえ。
設定に。あいつにはもう二度と辛い思いはさせねえ。適当に痛めつけるぞ。七氏の居場所と奴がどこの一族のものか吐かせる。ああ。やりすぎて殺すなよ。分かっている。俺が勝てるような相手じゃねえ。できることはあいつが完全に逃げ切るまでできる限り時間を稼ぐことだ。ガキではなさそうだ。油断するな。ここまで何とか持ちこたえることができた。七氏のやつちゃんと逃げてんだろうな。一撃が鋭い。これが戦国時代。あいつちゃんと逃げてんだろうな。あの人はただの気まぐれで助けてくれただけ。偶然私を助けてくれただけ。それ以上でもそれ以下でもない。だから私は逃げればいい。善意なんてこの世にはない。そろそろ抵抗をやめてはどうだ。まだまだだろうな。短い時間だったが、お前はなかなかの忍びだと分かった。敬意を表し、こちらも本気で相手をしよう。カトン王戦士の術。くそ、ここまでかよ。あいつが逃げられたなら、それで。アマテラス。ナナシ。やはりいたか。お前、なんで。俺が戦ってる隙に逃げてりゃよかったのに。わからない。私だってわからない。でも偶然でも気まぐれでも、私を助けてくれる人は今まで誰もいなかったから。それに七氏、貴様、我々に盾つくとどうなるか分かっているのか。
一族を裏切る者には重い処罰だ。いいな。私うるせえってばさ。ここにいるナナシはもうお前らが知ってるウチハナナシじゃねえんだよ。誰から命令されたわけじゃねえ。自分で決めて自分でここに戻ってきた。しかもお前たちに降参するためじゃねえ、自分の道を歩くためだ。人が作った運命に自分が負けてんじゃねえよ。それにな、どんなことも諦めなけりゃ道は開くもんだ。自分で決めて自分で作っていくのがお前自身の運命だろうが。ナナシ。そう、自分で決めて自分で作っていくのが私自身の運命だとするなら、あなたと共に戦うことを決めるのも私自身。なぜ初めて会ったあなたの言葉にこうも心が熱くなるのか、今この場でもわからない。でも今まで会ったいろんな人たちの中で、あなたは、あなたの言葉は違う。なぜだかそう思った。だから今だけは私は私の運命のために戦う。お前、手を。ここってやつか、これ。私が集めたチャクラをあなたに渡した。やれるよね。できねえことがあるかよ。絶対勝つ。ナナシが敵に回るとは厄介だが、やつを逃すわけにはいかん。これが最後の戦いだ。行くぞ。えい、まさかヤチホコを使うとは。気をつけろ。ヤチホコを使ったとなれば、あのガキはかなりの強さを手に入れたということになる。ナナシめ、勝手な真似を。勝手？違う。ナナシはやりたいことを自分で決めてやったんだ。そこにお前たちの許可なんていらねえ。自由にやるのはナナシが人間だからだ。ナナシはもうお前たちが操る兵器なんかじゃねえんだよ。やっ、くそ、あたっこを抜ける。くそ、くそ、ちょろいぜ。ナナシ、大丈夫か。いけー。超過級の術。一緒にいるか。大丈夫。もっともっと飛ばしていくぜ。わかった。ガキどもが調子に乗り上がって。ハトリボンの剣の術。ハトリボンを見ている。と、これでもここだ。こいつら何なんだ。おっと、目の前にあるんだってばさ。ナナシの自由がやっと目の前まで来たんだ。ここまで来たんだ。最後の最後で負けちまうなんて、そんなカッコ悪いことできっかよ。お前らを倒して、そんでナナシの本当の道を切り開く。それが今できる俺の最大限だ。これでもこだな。くそ、はっ、くそ、この程度。カドン、豪華級の術。
どこを見ている。カドン豪華級の術、はぁいっけカドン豪華級の術、ゴールほっこれでもカドン豪華のまま追い詰めるぞ、はぁいっけ。絶対に諦めてたまるかよ。なんなんだ奴の企画は。よし、これで七死は。まさか、あんなガキどもに。ここまで来ればもう大丈夫だろう。信じられない。本当に逃げられたの。ああ、これでお前は自由だ。自由。俺ができんのはここまでだ。え？一緒に来てくれるんじゃないの？悪いな、ちょっと事情があって一緒には行けねえんだよ。あなた何者なの？詳しくは教えらんねえけど、とにかくお前を自由にしたかったんだ。なんで？なんで私なんかのためにここまで。俺にとっちゃ私なんかっていうような安っぽい関係じゃねえんだ。お前は俺にとって大切な友達だ。だからお前を助けたかった。命を懸けてでも。あれが新しい兵器だとよ。あの人何？あれには話しかけちゃダメよ、危険だから。顔色変えずに人を倒していくらしいぜ。まあ上役がうまく使ってくれるだろう。でも今のお前に言っても意味わかんねえよな。でも俺にとっちゃお前はお前だ。そこは絶対に変わらねえ。だからどうしたよ。私はずっと一人で、ずっとずっと暗い場所にいて、みんながまるで人として見てくれていなくて、誰も味方が、誰も味方なんていないって思ってた。でも偶然でもない、気まぐれでもない、私を助け出してくれる人がここにいた。私を友達と言ってくれる人がここにいた。私は今まで生きててよかった。
私を助けてくれてありがとう。私を自由にしてくれてありがとう。ああ。なあ、畜生。もう時間か。何？悔しいけど、これでお前とはお別れだ。けど、最後に伝えとかなきゃいけねえことがある。いいか、お前はもう七死なんかじゃねえ。光、内葉光だ。お前の父ちゃんと母ちゃんがつけてくれた本当の名前で、新しい場所で、太陽の下で生きるんだ。そんで、人界は辛いことばかりじゃねえってこと分かってほしいってばさ。待ってよ。やだ、行かないでよ。私はあなたのこと何も知らないのに。名前すら。そんなんじゃ私何も。渦巻きボルト、いいか、俺たちは離れ離れでもずっと友達だ。お前は絶対に一人なんかじゃねえ。忘れんな。俺はずっとお前を応援してっからな。ボルト、やだ、行かないでよ。ボルト、絶対幸せになれよ、内葉光。朝か。今日は任務だったな。集合場所は？木の葉の門。それなら遅刻しないわね。じゃあ行ってくる。気をつけてね。こうして集まるのは久しぶりだな。久しぶりなのはこの浜の兄ちゃんだけだけどな。ずっと他の任務に入ってましたよね。何してたんですか？ある地下組織の情報が入ってな。それの掃討作戦に加わっていたんだ。これ地下組織って？なんと言ったか、確かゼロとか名乗ってたかな。いろいろと企てていたようだが、すぐに鎮圧できたよ。サスケさんの助けもあったしな。え、パパも参加してたんですか？ああ、近々家に帰ると言ってたぞ。これやった！おお、喜んじゃって。まあ何、娘が喜んじゃダメだっての？別に、ただお前の反応を珍しがっただけだよ。っていうか、あんただってパパに会えるの嬉しいんじゃない？まあな、
今度は何を教えてもらおうか悩んじまうよな。サスケさんを追う身としてはやっぱサスケさんが使う術は全部押さえときてしよう。だから今度教えてもらう術はんだよ。いや、なんか今日のボルトは心なしかいつもより明るいと思ってね。あ、美月も思った？声が軽いんだよね、なんとなく。あんた、なんかあった？いや、特に何も。何それ、理由もなく明るくなってるわけ？それが俺も不思議なんだよな。今日朝起きた時から自然と心がポカポカするっていうかさ。意味わかんないんだけど。俺だってわけわかんねえよ。この花丸先生、一人変なやつがいます。ひってえな。ったく、お前らは相変わらず仲がいいな。これどこが？どこがさて、雑談はこれくらいでいいだろう。そろそろ任務に向かうぞ。よし、今日はささっと終わらせてパパを迎える準備しないと。気合い入れなよ、ボルト、ミツキ。おうよ。それじゃあ出発だ。これどうしたの？いや、今日はやたらと太陽があったけえなと思ってさ。そう？さ、行こうぜ。今日は忙しくなりそうだってばさ。入るぜ。うん？会議の準備ができた。そろそろ行くぞ。え、もうそんな時間か？何読んでたんだよ。この前、書物室で新しく見つかった巻物だ。戦国時代の裏側について焦点が当てられた珍しい内容になってたよ。そんなもん、なんでお前が？それが、最後の最後で気になることが書いてあんだよ。それで俺んとこまで確認が来たんだ。なんだそれ。後でお前も見てくれよ。なんであいつのことが書いてあんのか、俺もさっぱり意味が分かんなくてよ。はあ？戦国期に内派一族という血のしがらみを抜け、自分の足で生きた一人の女性についてその記録を記す。その女性はかつて兵器として利用され生きていた。しかし、ある満月の夜、意を決し一族を脱する。その時から名を改め、新たなる人生を歩むことになる。自由の身になった後、彼女は戦いに利用されることはなく質素に、けれども日の当たることを喜び、優しさの中で暮らした。草木と共に川の流れに揺られ、人に囲まれ、普通であることをかみしめながら、彼女は過去について話すことは滅多になかったが、ある出来事だけは嬉しそうに周りに話をしたという。その逸話の一部と彼女が残した言葉を記し、ここに筆を置こう。兵器として利用され、人として生きる意味のない日々。
延々と続く闇の中で、突然現れた若き忍びが、運命について教えてくれました。彼がくれた励ましの言葉は、私の中で、いつまでも温かな光を与えてくれています。あれから、再会は叶っていません。どこから来たのかも、分かっていません。だから、自分の運命を歩める喜びと、幸せへの感謝が、いつの日にか、彼に届くと信じ、私の思いを、日の光に預けておきます。どうか、私の大切な友達。渦巻きボルトに届きますように。